ここでゲストをお迎えしました。シンガーソングライターのリオさんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。リオさん、初めましてなんですが、はい、初めてっていう感覚がもうすでにないです。本当ですか？なんだろうな、なんやろ、なんやろな。リオさんは結構石川県金沢市には何度もいらっしゃってるんですかね、はい、もう、お邪魔してから10年が経ちますね。おー、はい、そうですか、うん、今回は久しぶり？今回はそうですね、1年半ぶりになりますね。ああ、お帰りなさい。ただいま帰りました。で、以前、FM 石川のスタジオにも足を運んでくださったということで伺っておりますけれども、はい、金沢とのご縁ってどんなところにあったんですか？まあ、僕普段東京在住なんですけども、東京で僕のことをすごく応援してくださる男前がおるんですけど、その男前が金沢出身で、はい、一度うちの生まれ育った町でライブをやらないかとおっしゃってもらったことがきっかけでした、うん、へえ、そこから、まあ、定期的にライブもされて。そうです。あ、うん、温かい方々ばっかりでね。本当嬉しいですね。ファーストインプレッションがすごく良くて、へえ、そうですね、毎年お邪魔して、うん、で2回ぐらいかな、お邪魔し続けました、金沢、うん、はい、バーのマスターともね、うん、つながりがあるっていうことで。そうですね、素敵なマスターがいらっしゃるんです。ブルーバーのマスターでございますけれども、はい、今日はね、撮影隊としてお越しくださってますね、はい、手を振ってくださいました、うん、ブルーバーとは、うん、どういうご縁があったんですか？ですね、ブルーバーさんの周年、うん、アニバーサリーに僕ゲストで呼んでいただいたことがきっかけで、はい、で、まあ、オーナーとものすごく仲良くなりましてね、うん、で、オーナーも金沢でリオのことを広めてやろうと言って、たくさんの人脈をご紹介いただいて、うん、もうかれこれ10年が経ちます。うん、ああいうバーって人と人との出会いがたくさんあったりするじゃないですか、うん、そうですね、なんかそんなところからも、うん、曲に生かされる部分ってたくさんありそうですね。そうですね、で、もともと僕は酒のあてミュージック、ブルースっていうジャンルやったから、はい、やっぱちょっと薄暗がりのね、うん、大人の世界中のこうチラチラ見ながら、そのワンシーンワンシーンをね、切り取ってこう歌にしていくっていう、うん、作り方やったから、うんうん、その周りで繰り広げられるシーンが全て詰まっておるっていう感じなんですかね、うん、そうですね、人間模様を歌にするというのかな、うん、でもまあコロナ禍もあって、うん、なかなかライブがねできない期間っていうのが続いてるんじゃないかなと思いますけども、うんうん、その通りなんですよ。その期間はどんな風に過ごしてらっしゃったんですか？もう本当にですね、うん、まあ、もっぱら制作が多かったかな。へえ、うん、いろんな方々の僕楽曲を書かせていただいたりしてるんで、うん、制作で一番時間を費やしたのと、あとは配信、はい、うん、YouTube 配信なんかも挑戦してます。配信ライブですね。はい、配信ライブって、うん、これまであったはあったと思うんですけど、はいはい、なかなかその、うん、ほとんどのアーティストさん今されてるじゃないですか。そうですね。そんな世の中になるって想像してました？まあ、全然想像もしてなかったし、うん、どちらかというと僕はアンチやったんですよ。お、うん、やっぱ生を大切にっていう。そうです、うんうん、チケット買ってくださって時間を割いて足を運んでくださり、うん、でそこでコール&レスポンスがあってね、うん、もうこうお互い熱くなっていくっていうのがライブの醍醐味やから。そうですね、まあ、画面越しにね、うん、アーティストを見てなんものもんじゃいっていう気持ちがあったんですけども今めちゃめちゃハマってます、はい、めちゃくちゃ楽しい。それなりのやっぱり配信ライブの良さっていうのもあって、まあ確かに配信ライブってどこにいても見ることができるから、うんうん、おっしゃる通り、ね、そういう新たなつながりがどんどん生まれてきますよね。そうなんです。だから間口が一気に広まったんで、うん、いろんなこれまで僕の顔を知らなかった方が楽曲は知ってくれとったけども、うん、そういう方々が「あ、こいつがリオか」っていうきっかけにもなってくださってるんで、うん、すごく楽しい。ね、配信ライブの他にも結構 YouTube でいろんなゲストをお迎えして、はい、うん、はい、トークも展開されてて、はい、いや最初ね、うん、芸人さんかなって一瞬勘違いしそうになるくらい、はい、テンポ感のいい喋りを展開されてますよね。ありがとうございます大阪出身なのでライブでは、はい、もちろん音楽を奏でながら、うん、トークも結構炸裂な感じですか？そうですね、ほとんどトークですよほとんど、ちょっと待って、はい、おかしなことになってるやっぱりリオさんの魅力はじゃあ生で、ね、体感したいところですよ ね、 ですね、はい、今度ですね、ブルーバー移転オープン記念ということで、うん、リオライブアット金沢2021が開催されるわけですよ、はい、8月29日日曜日、北国新聞赤羽ホールで行われることになっています。かつて
赤羽ホールでね、うん、ライブされたことがあるんですよね。2018年だからもう3年前になりますね。そうですか、はい、あの例えばバーのようなお客さんとは距離が近い感覚で行うライブと、うんうん、ホールでのライブっていうのはまた感覚が変わるものですか？気持ちが大きくなります。いつもより大きい声を出します。あ、いいですね。パフォーマンスも大きくやります。俺を見ろ。そうです。両手を広げたくなります。いや、気持ちいいですよね。そうですね。はい、今回どんな編成になる予定ですか？今回は僕メインボーカルギターなんですけども、ベーシストとピアニストとドラマーを連れた4人編成のバンドで伺います。こうやって、まあ、金沢でね久々のライブが行われるわけですけれども、うん、今どういうことをしようかなとか何か考えてることあります？とにかくですね、まあ、コロナ禍で、まあ、多かれ少なかれみんな気がめいってるからね、そのちょっとマイナスをね、いいメッセージと絶妙のトークで潤してもらおうかなと。いや、本当になんか最近考えるんですよね、うん、心を潤すことって大事だなって。そうですね、うん、僕もそう、ね、それぞれのその潤し方ってあると思うんですけれども、うん、音楽ってなんかみんな共通で好きなものかなと思うので、うん、そこでね、うん、またホールで新たなつながりできるといいですね。そうですね、すごく楽しみ。ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。8月29日日曜日午後5時開演となっています。会場は北国新聞赤羽ホールです。現在チケットを販売中となっていまして、全席指定で5000円となっております。詳しいことは北国新聞赤羽ホール電話 076-260-3555 076-260-3555 もしくはブルーバーまでお願いします。ブルーバーの電話番号は 076-224-2774 076-224-2774 番となっています。実はですね、先ほど、はい、あのいろいろ打ち合わせでお話ししていた時に、私当日の司会をさせていただくことになりました。まさかの展開でびっくり。めちゃくちゃ嬉しいです。いやー、リオさんの歌声生で聞きますよ。はい、盛り上げます。よろしくお願いします。ちょっと時間がやってきてしまったんですが、全然話足りない。そうですね、ね、あと 2,3 時間行きたいです。そうですね、はい、またスタジオにお越しいただきたいと思います。ありがとうございます。リオさんからラジオを聴きの皆さんにメッセージを頂戴できますか？はい、じゃあ8月29日お待ちしております。そうだな、とにかく皆さんでね、いい時間を過ごせるね、素敵なライブを届けますんで、お楽しみにしとってください。皆さん、このいいお声を生で体感してくださいね。どうですかね、通常だったら年間100本以上、150本ぐらいはライブされてますかね、うん、そうですね、ね、うん、そんな風にライブを精力的に活動されているリオさんのコンサート、8月29日に行われることになっています。ブルーバー移転オープン記念の素晴らしいイベントになるかと思います、はい、足を運んでください。ということで、この時間はシンガーソングライターのリオさんをお迎えしました。リオさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ではここでリオさんの曲を皆さんにお聴きいただきたいと思います、はい、ご紹介をお願いします。はい、それではお聴きください。リオで蛍。
してる。